こっちが本当にインプラントやってる。言わないでいいでよ。まあ、すごいわ。あ、すごい。開きますね。開きますね。手で支えてて。納豆チーズ味ですね。珍しい納豆チーズの味の感想は？お母さん赤ん坊やね、本当に。辛すぎてもはや味が全くわからない。そしてカノはこちらの和菓子屋さん抱っこしてもらって、立派な門構えで、すいません、いらっしゃ、こんにちは。いらっしゃいよ。普通のどら焼きの6倍あるという名物カノクラドもいただく。へー、こんなんあるの。おいしい。なんていうのかな、お笑いで例えると、何だろう、こいつに芸人に例えようとするか、かなり悩んだ結果、うん、青春ダーツっていう感じがするんですよね。なんか、すごく全く知らない名前に戸惑う感じ。そんなダメリポーターにもお茶を出してくれる優しいお店。三色ウサギ、あ、これ味違うんですか。今粒あん召し上がったんで、白いコシアンの中に感じ。